はい、こんにちは。時刻はですね、午後の3時15分ぐらいですね。これ立ち入り禁止となっててね、これ以上行くことができないので、ロープ張られてるので、ね、あんまり入らない方がいいと思うんですけどね。さっきなんか高校生ぐらいのお兄ちゃんたちが3人入ってたんですよ、そのこの中に。で、あとあそこにトンネルあるの見えます？あそこは遊園地の跡なんですけどね、ちょっと暗くて見えないかな、これだと。穴あるんですけどね、お兄ちゃんたちが入って、あそこの上、こっから上に登って、乗り越えて行ってました。そしたら僕が来て、ジロッと見たら、なんか係の人だったと思ったのか、慌ててチャリで逃げてきましたけどね、高校生のお兄ちゃん3人がいました。ここは、千葉県ですね。外房線。滑川アイランド駅でございます。駅の名前の裏、ここに滑川アイランドがあったからなんですけどね。それなんか受付みたいな入場券売り場もあって、あの奥がトイレだ。ここがなんか入場券売り場らしいんですよ。ここもね、私有地につき立ち入り禁止って書いてあるので、ちょっと入んない方がいいと思うんですね。ちょ、ここ切れてますけど、立ち入り禁止って書いてるところに私は入りたくないんで、入っちゃいけないでしょう。さっきの高校生のお兄ちゃんたち良くないと思うんですけどね。結構駐車場なんかもあって、滑川アイランドだったんですけど、潰れてしまったということで。まあ駅名だけ残った感じで、でも駅前結構車来ます。で結構1時間に1本ぐらい電車来るので、僕の他に 4,5 人降りてましたので、結構使われてるかなと思いますけどね。眩しいですね。これ滑川アイランドって書いてるんですけどね。ちょっと駅に戻ってみましょうか。駅前結構ね車来ますよ。やっぱり千葉県だっていうこともあってね、昔はここに遊園地があったようですけども、なくなってしまって潰れて駅だけになってしまって、まあ、秘境駅になったっていうような感じですけど、ただ聞いた話によるとね、なんかここ滑川アイランドまた再開発行われるようですよ。再開発行われてね、賑やかになってくれればいいなと思うんですけどね。なんかここ再開発らしいんですよ。遊歩道、あ、歩道橋か、歩道橋、川浜、浜滑川歩道橋でしたね。ごめんなさい、逆でした。左から右に読むと。でここを登っていくと駅に行けるんで、それでは駅まで向かっていきましょう。何もないですね、これ。さっきのとこ。だいぶ何もないですね。何もないっていうか、なくなってしまったんだな。昔は遊園地の最寄り駅だったけども、遊園地が潰れてしまって、駅だけ残って何もなくなってしまったというね。まあ、こういう駅でございますね。なかなかね、お客さん来なくなってしまって潰れてしまったような感じではあるんですけど、駅そっちにありますんで行ってみましょう。さっきの道路ですね。広い道路ですよね。結構車も来るんで、まあいいや、行ってみましょう。とりあえず、よいしょ。歩道橋登るだけでね、しんどくなってる。今日この頃で年は取りたくないですな。そんな10代、20代だけど、なんでもなかった。歩行保険橋。ここめっちゃウグイス近い。僕の声に反応してますけどね。もう、年は取りたくないって本当で。あ、いいね、いい声ですね、ウグイスの。そんな時期であったかいですね。天気良くてよかった。これ雨だったら最悪だったよな。そんなことを思いながらやってますけど。いや、すごいいいですね。天気が良くて。よかったなと思いますけど、駅周りあんまり何もないかな。こんなもんだとは思いますけどね。まあ、駅に向かっていきましょう。とりあえず。はあ、疲れた。歩道橋登るだけでも疲れてるしね。関東ふれあいの道ですって。今現在地。JR 滑川アイランドで、左行くと、阿波小湊があったりとか、勝浦の方にあるようですね。駅前結構整備されてますね。綺麗になってるんで。勝浦の地図なんかもありますけど、はい。観光地ですね。今、滑川アイランドということで左下なんですけど。はい。あとこっち。勝浦ね。地図があったりしますね。勝浦市なんですね。ここね。千葉県勝浦市。っていうことになりますね。隣が確かいすみ市だったような気がするんですけど、もう勝浦ですね。海鮮なんかもそう、うまいようなイメージありますかね。勝浦とか。あと立山なんかよく台風ニュースになると立山が出てきている、そんなイメージありますけど、いいっすね。花畑、お花植えてあって手入れしてくれてるようですね。あ、すごい綺麗だ。駅前がすごくいいですね。ちょっと春なんでいい時期に来ましたね。これ冬だったらないんでしょうけど、花いっぱい咲いてます。あ、いい時期に来たな。
いい時期に来たと思います。いいですね、こっちも咲いてて、駅まで結構こう花畑が植えてあって、あ、いいと思いますね、すごくいいと思います。結構車来ますね。 いいですね。もうちょっと、あ、駅見えてきましたね。ここ線路で駅のホームなので、よいしょ。今こちら僕が向かっているのが駅の方面で、安房小湊方面ということになりますかね。ちょっと歩いていきますけど、結構車来ますね。バン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 通りますんで、まあ遊園地がなくなって秘境行き感は出ましたけども、まあ若干車通る分秘境行き感はさ、まあちょっと低いかなって感じはしますけど、出場ということでスイカ、入場、出場それぞれスイカがありますんで、タッチパネル式の入場券もできるようですね。なめがわアイランドということで来てますけど、あ、ここは待合室ですね。お母さん一人いらっしゃいますね。地元のお母さんでしょうかね。で、こっちがあれですね、大原とか茂原方面、まあ、千葉方面というかね、に行ける方向ですね。上りですね。こっちが下り、ですね、下り方面ということでありますけど、まあ、ここですね、駅名称時、なめがわアイランドということで来てますけど、なんとかね、乗車証明書発行機、あ、失礼しました、カメラがずれてしまった。乗車証明書発行機なんかもあったりします。それでですね、私はですね、10時57分に来たんですよ。それでね、15時9分で帰ることもできたんですけど、たった12分なんで、それじゃちょっと散策できないよねっていうことで、4時7分に乗ってですね、まあ、帰ろうかなっていう感じで、で料金表ここなんで、若者側まですぐですね、240円と、あとどこだ、茂原まで840円かな。あと結構、あ、千葉までありますね。千葉が1490円ぐらいかな。あと鳴門とか料金表で結構来たなっていう感じはしますけど、船橋までありますね。うん、西船橋1660円で、まあこんなもんですかね。ぜ温泉って書いてますけど、まあ温泉のポスターもあるということで、駅のこっち側に行ってみますけど、まあこんなとこですかね。あと奥はなんかトンネルあって、駅こっちの方面何もないので、まあこっち山なんでね。ただなんか学生とか利用してるんでしょうかね、何人かはいるみたいですけど、さっきずれたんで、ちょっとお母さんがいたんで、お母さんをね撮らないようにちょっとずらしましたカメラね、すみません。池川じゃないですよ、なめがわアイランドと読みますね。なめがわアイランド、左が上総興津、興津っていうとね東海道線かなと思うんですけど、興津、あと安房小湊ということでね来てます。結構本草湯のね来やすい日かなとは思いますんで、温泉転がし南西200メートルという看板もあります。以上、なめがわアイランドでした。